はい、どうも、ルーでございます。アサルトリリーラストバレットをやっていきたいと思います。はい。新イベント来ましたね。カラフルダイアリー。で、こちらは終わった。ちょっと、あんまり参戦できなかったんですけどね。これをちょっと、進めていく。まぁ、ちょっとね、今月すげえ面白いゲームがいっぱいだったんだね。なので結構ね、手がね、回らなくて。まあ、ここをちょっとできるだけ制覇していく感じで。で、特攻メモリア。この特攻メモリアをね、手に入れたいと、いうふうに思っていて、まあ、今回はそれをね、引いていこうかなと思っております。で、ハード、ノーマル、貢献度。これあれか、レギオンか。報酬。まあ、こういうのとかね、重要だよね。LP カードとか、レギオン達成報酬。このね、このソロイベントっていうのに、レギオン達成報酬っていうのがあるのがいいっすよね。俺は結構そこら辺が好きですね。よし。じゃあ、引いていこうか。まず11円。いきます。役落とし。はい。あんまり来ない。あ、来た。さあ、おっと、来た。え、これ来た、なんか来た。平和のために誰かが犠牲になる、そんな世界は私たちが変えてみせる。よいしょー。やったぜ。こっちから見ていこうか。やったー、星5。新衣装解放。ありがとうございます。ほい。あとはオープンオール。ニューはあるのかな？ないかな？ニューは。これがニューか。いやー、よかった、ニュー出て。オッケー。で、カラフルダイアリー、いきます。星4以上1枚確定、セットアイテム付き。で、この子が出ればいいんだよね。星4でイベント特攻とか、ないのかな。星5投げか。言えます。とりゃ。どい。頼む。おお。あれ、これ来たんじゃね？ああ、ダメだ。星4だ。
オープン。ほっ。ああ、でも星4が両方ともニューですね。いきます。ほっ。星4確定だから、顔がひょこって出てくるのは必ずあんのか。お、すげえ数。何これ。昇格とかないんだよな。お団子3つ。女の子同士だし。あなたなら激るわ。おっ、おっ、昇格した。頼む。イベント特攻。あら違ったね。まあでも新衣装か解放。すげえ、持ってないの大量に出たな。ちょっと待って。排出率どうなってんのこれ。なかなか厳しいかな。特攻だから出現率アップされてんだけどね。だけど俺はすり抜けしてしまいました。まあある意味運がいいってことなのかね。あ、来なかった。ダメか。まあでもニューがあるね。まだ結構あるんだな。だって星さんでもニューあるもんね。頼む。ダメか。ちょっと厳しいな。ちょっと厳しいっすね。ニューはいっぱいあるけど、俺の石が俺の石が尽きる。スターター、スタンディングバイ、変身。
黄色、金、金、なんない。でもなんか、星4の数はすげえ増えたな。これちょっと厳しいな今回は。まあでも2回出てんだよね、金。おっ！ちょっと待って。さっきとは違うな。ストロベリープリンセス。新衣装解放。特攻きた。オッケー。一枚でいいかな。球技スキル、敵一体に 大ダメージを与え自身のアタックアップ。素晴らしい。イベントアイテム獲得数2倍、で限界突破していけば上がっていくと。いいね。オッケーオッケー。これで最低限は、編成。どうしますかね。どの子だったか分かんなくなっちゃった。どっちだっけな。履歴。やべえ。ちゃんと確認してなかった。イベント特攻キャラ。これで、入手順にすればいいのか。これかな？ストロベリープリンセス。これだ。ストロベリープリンセス。ストロベリープリンセス。この子か。
結構使うな、LP。やっぱりなかなかできないね。マギを宿すことでチャームは変性。なんだかよくわかんなくなっちゃった。そういうことね。ここら辺がちょっと未だにちゃんと分かってねえんだよな、編成が。この子を入れるにはどうしたらいいんだ。これか、リリー変更か。
OK。 これでいいわけですな。うん、これで。あとはバンバンやっていくのみ。パソコンでやってるからね、なかなか寝床でできないからね、ちょっと考えないとな、そこら辺は。ノート PC が欲しいところですが、さて、こんな感じで、ガチャ、特攻ガチャ引いてまいりましたので、カラフルダイアリー頑張って集めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ルイでした。お疲れ様でした。